アルファ様は食事にうるさいのです。好物だけじゃなくて嫌いなものも食べなきゃダメだっていっつも言うのです。ボスまで同じことを言うのです。仕方ないから明日のご飯は残さず頑張って食べるのです。ボスとのお約束は怖いのです。ちゃんと食べるから安心するのです。最初は一口でも許してほしいのです。ご褒美？ボスからのご褒美をもらえるなら毎日頑張っちゃうのです。デルタはやるときはやるのです。え、もしかしてボスが最強なのは好き嫌いがないから？もっと強くなれるならデルタ頑張っちゃおうかな。